ねずったまめちゃんです。今日6月24日で夏のイベントが始まる2週間前かつ世間的に夏休みがスタートする1ヶ月前なんですよ。けど今のユニバは夏シーズン前なのにもう夏休みレベルに混雑してるんですよ。だから今回も6月休日のパークの交通状況を見に行きます、イエイということで。で今日の衣装なんですけども、ミニオンの手作りのカチューシャにヨッシーのサングラスにミニオンの服っていうちょっとわけわからん組み合わせです。まあ早速見に行きます。あと注意してね、このうち、いやこれからもユニバの混雑状況をお届けするんで、ぜひねチャイン届けお願いします。じゃあ早速やっていきます。でここ数日のユニバの天気と気温はこんな感じです。で最高気温もう30度超えるんよ早くない30度超えるので、今年ね梅雨入ってからってでも結構雨が少ないんですよね。だから雨対策よりはもう熱中症対策は徹底してください。もう最近にはねもう歩くだけでももう汗ダラダラなるんですよ。で今日もパークの様子を見に行く前に各種チケットの販売状況を見るんですけども、ユニバの年間パスポートと入場チケットは当日券購入可能です。でその他のチケットの販売状況なんですけども、エクスプレスパスは全て売り切れ状態です。で残ってるチケットはモーハン XR オークのチケットのみです。すげえな。でチケットブースの待ち列も平日でしたら基本的にすぐに購入可能なんですけども、土日でしたらだいたい買うまでに10分ほどかかります。でまあエクスプレスパスに関したら今年の3月以降基本的にはずっと当日券売り切れ状態続いてるんですよ。でもゴールデンウィーク明けとか閑散期とか関係なく、もう基本的にはもう事前に購入しないと無理です。で今日のエントランスの様子なんですけども、いやもうさすが土曜日、もう朝っぱらからここのエントランスから人通りがあってめっちゃにぎわってる。いやー去年の6月の休日に比べてももうかなり人が多いからね。だってエントランスにすぐ右側にあるマリオのポップコーンカートももうカリフォルニアコンフィクションの入り口まで並んでるからね。いやこれでしたらだいたい購入までに 2,30 分ほどかかるよ。で実質返しのフードカートの待ち列もすごくて、これも買うためにだいたい10分20分ほどかかるわ。いや今日はもうエントランスのフードカートもすごい列ができてるわ。でちょっと入ってちょっと気づいたんですけども、まあ、今日の6月24日から7月3日までノーリントパレードね、普段は14時からスタートなんですけども11時から開始するんですよ。いやちょうど入ってパレードが開始するからちょっとパレード見てきますわいやめっちゃグッドタイミングじゃないでパレードが始まって10分前なんですけども、もう前から3列目はびっしり埋まってるわ。けどフロートが高いからね埋まっててもね結構見れます。今日ちょっとヨッシー狙おうかな、このサングラスつけてるから。いやー久々にヨッシーの前で踊ったでやっぱり今日もさすが土曜日やな、もうパレードももう人がすごかったわ。でこれから夏休みだったらもっとすごいことになるからね。でドラえもん XR ライド前の様子なんですけども、まあ、先ほどここパレード通ったから、まあ、人通りは多いですね。でドラえもんの待ち時間 もう基本的にはもう100分2時間待ちとかも超えてるんで、これから行くとぜひ気をつけてください。でも朝一はドラえもん空いてる傾向があるから、短い待ち時間で行きたい方は朝一に行くのがおすすめです。でドラえもんメニューが売ってるスタジオスタートレストランもう余裕で外まで待ち列できてるわ。これもメニュー頼むためにだいたい3、40分はかかる。でスパイダーマンがあるニューヨークエリアなんですけども、スパイダーマンの待ち時間がすごいことなので、もう待ち列も
もう外の街で違ってるやん。あそこ最後尾なの、すごいな。で、ここのニューヨークエリアも、まあ、パレード終わった影響もあるんですけども、めちゃくちゃ人通りがすごいことになってるわ。で、ニューヨークエリアにあるパレスシアターではスパイファミリーシークレットミッションの指令書が配布されてるんですけども、今日はなんと10時半の時点で指令書配布終了になりました。で、スパイファミリーのレストランメニューが言ってるフィニガンズバー&グリルの待ち時間も現在180分待ち3時間待ちか。あと、スパイダーマンが来年の1月22日に終了する影響で、スパイダーマンのフォトスポットの待ち列もすごいわ。これもやるために10分ほど、それ以上かかるわ。で、最近のユニバの混雑は、土日は特にワンデーゲストとか遠方ゲストが増える影響で、ドラえもんとかクールジャパンとかの期間限定のものはめっちゃ混む傾向があります。もう平日と比べてもかなり差が出るんですよ。で、ユニバーサルマーケットってラグーン沿いにあるフードカートの様子なんですけども、ここはもう普段ならすぐにメニュー買うことができるんですけども、今日はさすがの土曜日やから買うまでにもう20分以上、何回やったら30分ほどかかるわ。で、ミニオンパークの様子なんですけども、やっぱりここのミニオンパークは、まあ、土日はファミリー層が多くなる影響で待ち時間長くなるんですけども、まあ、最近の傾向でしたら平日の方が待ち時間長いんですよ。でも平日は、まあ、振り替え休日とかの影響で、まあ、ちっちゃいお子さんがいるんで、なんか意外とそっちの方が混む傾向あります。ミニオンのフードカートも大体買うためにもう 2,30 分ほどかかる。で、今日のサンフランシスコエリアの様子なんですけども、超大人気レストランのハピネスカフェも外までびっしり列並んでるわ。いや、これもメニューというためにもう60分ほどかかるよ。あと、ここも普段はすぐにメニュー頼みやすいドラゴンズパールも外までびっしり列並んでるわ。ここ外まで並んでるの超珍しいわ。あと、スパイファミリーのフードカートに関してはロンバーサルランディングレストランまで列並んでるわ。いやー、これもメニュー取るために40分ほどかかるらしいです。あと、ここも普段はメニューすぐ頼めるロンバースランディングテラスっていう、まあ、コナンのフードが売ってる場所ももうびっしり列並んでるわ。ここでさえ買うまでに10分ほどかかるよ。待って、今日さ、もう夏休み始まってるいや、長期休みぐらいのレベルの混雑だね、これ。で、今日のジュラシックパークエリアの様子なんですけども、ジュラシックパークザライドとフライングダイナスが復活した影響で、もうここのエリアはもう完全復活を遂げました。で、ここのエリアもですねめちゃくちゃ渋滞で賑わってるわ。で、今日は長らく運休してたジュラシックパークライド乗ってきます。で、このジュラパライドも、もう9月に一旦閉まっちゃうんですよ。で、そこから2025年まで閉まっちゃうんで、もう残りわずかもう乗っとかないと。マジでジュラパライドの待ち列がジュラシックアウトフィッターズっていう外のショップまで列並んでるっていうすごいな。いや、もう僕が並んでる中でしたら多分もう春休み以降ぶりじゃないかな、ここまで列並んでんのいや、待っていや、水量すごかった。めっちゃびちゃびちゃなったね、今日。もう服もやばいわいや、でも夏はこれよね。やっと復活したわ。大体50分ぐらいで乗ることができましたわ。で、今日のウォーターワールド前の様子なんですけども、ここのウォーターワールド付近はスーパーニンテンドーワールドの入り口があるんで、常に大渋滞起きてます。で、今日もですね、いつも通りにマリオの世界の様子を見に行けます。で、今日のスーパーニンテンドーワールドのエリア入場制限情報なんですけども、今日はなんと7時40分にエリア入場制限かかって整理券配布になりました。で、今の時間帯でもうすでに整理券配布するようになって抽選券になってます。えげつないなでも最近の今ですね、もう土日でしたらもう午前中に整理券配布終了になるんで、これから行く人はパーク入場したら常にエリア入場制限情報チェックしてください。そうしたらすぐになくなっちゃいます。おー、今日もやってきましたよ、マリオの世界。いや、ここなんかもう最近ずっと抽選券なってないいや、でもここいいね、何回来ても。で、今日のニンテンドーワールドなんですけども、やっぱ今日も抽選券なんで、もう歩くの大変レベルで賑わってるわ。パワーアッ
バンドアクティビティも、もうすごい待ちですね。だいたいやるために2、30分ほどかかる。あと、今日はマリオカートの待ち時間も余裕で100分越してるわ。でも平日でもね、基本的には100分越してるんで、そこはあんま変わんないですね、平日と。で、今日の任天堂ワールドの下の階の様子なんですけども、いやもうここの下の階も、もう人でパンパンやわ。で、キノピオカフェは現在15時からの入店整理券配中です。で、入店整理券提示後でもまた並ばないといけなくて、だいたい入るためにもう30分から60分ほどかかります。あと、ヨッシーのスナックアイランドももう40の待ち列になってるわ。これもね、メニュー頼むためにだいたい2、30分ほどかかります。いや、ここのエリアずっとすごいわ。それこそもう最後に丸1日フリーニューだったってさ、もう1月ぐらいじゃない。もうそこから毎日入場制限かかってるわ。いや、この濡れてる髪の毛面白いな。てか水中ステージ行ってきたかなってぐらい濡れてる。で、スーパーニンテンドーワールド付近のフードカートに関したら、やっぱみんなニンテンドーワールド目的であるんで、ここ周辺のフードカートはかなり混む傾向があるんですよ。それとも買うためにもう30分以上かかるフードカートもあるんで注意してください。で、ジョーズのアトラクションがあるアミティビレッジの様子なんですけども、ここはニンテンドーワールドからハリポッターエリア、ワンダーランドにつながる道なので、常に人通りが多くて賑わってます。それこそここにあるフードカートもだいたい10分ほど並びますし、基本的にすぐに買えるボードウォークスナックというスナックスタンドも今日はなんと5分10分待ちです。で、アミティアイスクリームももう列がすごいわ。これもね、メニュー食べたのにもう20分ほどかかります。で、今日もやってきましたよ、魔法界。いつも通り歌いますか。豆豆ボー蒸し暑くても歌うよ。で、今日の魔法界の様子なんですけども、いやここね、基本入場制限かかんないエリアなんですけど もう入場制限レベルにずっとずっとずっと混んでるぞ。いや、すごいな。それこそ東京の方に、豊島園の時にハリーポッターのスタジオツアーができたけど、もうその影響とかもまんま受けてないっていう。いや、むしろ混んできてるで、最近になってから。で、ハリーポッターのレストランの3本のほうきも外までびっしり並んでるわ。いや、これでしたら大体60分ほど並ぶね。で、バタービールのカートも今日も大体20分30分ほどかかるわ。で、ワンドマジックの列も今日はすごいわ。これもやるために大体10分20分ほどかかる。で、今日のユニバーサルワンダーランドの様子なんですけども、いや、ここのワンダーランドも今日は土曜日、お子様ゲストが増えてる影響で、やっぱアトラクションの待ち時間も長くなってますわ。いや、すごいな。全体的にも活気で湧いてるよ。あと、ワンダーランドのレストランのスヌーピーのバックロート会も外までびっしり列できてるわ。いや、これも頼むために30分ほどかかる。で、セントラルパーク付近の様子なんですけども、ここのセントラルパークもいろんなエリアにつながっている場所であるから、常に人通り多くてにぎわってます。あー、ポップコーンのいい香りしてきた。ここポップコーンカート近いね。あー、食べたい。で、ここにあるパークサイドグリルっていう美味しいお肉が売っているレストランも現在なんと2時間待ちっていう。うわ、化け物じみてる。で、今日のハリドリ前の様子なんですけども、いやー、今日はもうハリドリバックドロップと待ち時間も長くなってるわ。もう大体もう100分もね、もう越してます。で、マリオカフェ&ストアも今日はもう大人気で、もう外まで待ち列できてるわ。いやー、これもメニュー頼むために大体30分以上かかるね。で、ポケモンのフードカードももう今日はもう列がすごいわ。これも大体買うために2、30分ほどはかかる。で、パークの様子を見たんですけども、なんかユニバーにまた新しい新グッズが出たらしいですよ。それはね、ちょっとね、見に行きます。いや、僕もね、どんなん出たかまだちょっと知らないからめっちゃ楽しみ。ホットー君のカラビナキーチェーンセット、ホットー君グッズでめっちゃ珍しいよ。え、これすげえよ。あとはスヌーピーのトートバッグも出てますわ。
このね、ニコちゃんも可愛いけど、これチャーリーブラウン。すげえ、なんかピンポン玉みたいなってるやん。めっちゃ可愛らしい。はい、じゃあ今日も6月の休日のパークのこの状況を見に行きました。で、最後に今それぞれの混雑レベルを発表します。で、まずはアトラクションの混雑レベルは 4.5 でした。いや、もうめっちゃくちゃアトラクションの待ち時間も基本的に長くなってました。で、フードカートの混雑レベルも4でした。で、フードカートもね、基本的にはもうどこも混んでました。で、レストランの混雑レベルも、もう 4.5 レベルでしたね。いや、すごくね、もう3時間待ちとか2時間待ちとかって、これずれ落ちたけど。これはバッドタイミングでしたね。で、特にまあユニバってレストランめちゃくちゃ混むんで、もうそれこそ待ち時間1時間以上になったりすることも多いんですよ。で、僕以前ですね、混雑ユニバの攻略法の動画で開けたんですけども、ユニバのレストランって基本的にはオープン時間帯は空いてる傾向があるんですよ。だから行きたいレストランがある方は、それぞれのレストランの営業時間見て、オープンする時間帯狙うのがおすすめです。で、パーク全体の混雑レベルは 4.5 でした。もうね、もう爆ゴミって言っていいほどすっごい大混雑でした。で、あとね、まあ、2週間ほどでユニバの夏シーズンのイベントがやってくるんですけども、いまだに夏フード発表されてないよ。なんでこんなに置くかなぐらい夏フードね、発表されてなくて、特にワンピースフード今年ね、どうなるのかすっごいすごい楽しみです。で、またね、夏フード自体どんなん出るかわかんないですけども、また今年の夏フードもね、食べるのすごい楽しみです。以上、夏は1年の中で4番目に苦手な季節のまみちゃんでした。どんでやん。これ前も言ったな、ネタかぶりっていう。はい、じゃあこれからもいろんな動画を上げるね、ちょっとグッドとか通常ボタンも忘れてたけね、バーイ。